今日のお話はやっぱ1972年の登戸クラブハウスというプロジェクトです。で、この登戸クラブハウスっていうのはもともとその、渋谷学園っていう学校があるんですね。そこの学校が渋谷にある学校なんですけども、渋谷の学校が道が狭くて、それでこの学校の運動場を多摩川のほとりにでも借りてるんですね。多摩川のほとりっていうのは国土交通省の昔でいうその建設省の敷地だから、そこが渋谷学園が借りてると。渋谷から田園都市線でちょっとこう行くのが結構きついんだけども、クラブのその敷地のところに、建物を作って、で学生さんたちがいろんなスポーツをやる場所にしてるんですね。このクラブハウスを設定してたのが近澤佳耶さん。東大出た後いろんな活動をしてて、一番新しい作品でもあるんですね。僕は彼から大変お世話になってるんですけども、僕よりも3年か4年ぐらい年寄りなんですけども、今でもお元気ですね。近澤さんがそのこのクラブハウスの企画をやっていて、それで構造設計を僕と SDG に頼んだんですよ。それでね、じゃあどうしようかっていうんで、鉄骨のテンション構造がメインで枠を作る、プロジェクトになってですね、これを太陽工業が作るように。太陽工業はその1970年の大阪万博の時にいろいろこういう膜の構造を やりだして評判が良かったわけですけども、この頃から社会的にも大きな影響力を持ち出してきた、それのちょうどきっかけになるプロジェクトだったんです。地震だけじゃなくて風に対しても安定した構造になっているかどうかという、その研究が僕たちの世界でもいろんな形で研究されていて、それで構造設計の分野でも、最も新しい素材として注目されている。土手越しに見えてんだけども、クラブハウスで屋上に展望台を作ったんですね。でそこにこういうテフロン膜の膜材を張ろうと、この膜をその設計するときに、ここに風が吹いたりなんかすると、とにかくすごく暴れるじゃない。それが安定した構造で、なおかつ仮設ではなくて永久構造物として、こういうものをちゃんと作るためにはどうしたらいいかと。で僕はその膜構造っていうその計算の仕方ももちろん知らないんですよ。それだけども、この膜を、このちっちゃな膜を対象にして、とにかくこういうものを設定しようということになって、それを勉強をしだしたんですね。でね、こういって最初のプロジェクトっていうのは大変印象が強くて忘れられないプロジェクトなんだけども、今はこの幕はもう なくなっちゃって Google に出てこないのね。それで寂しいんだけども、この幕によって新しい構造のあり方が考えられると。それでね、ちょっと見えにくいけども、この下側の3層になっていて、最上階が屋上ですけども、2階に着替えをするため の部屋があって、で1階は人が入ってくるためのアプローチになっている。
そういう非常に簡単な構造があって、その上に屋上があって、で屋根が羽ばたいてると。当時はまあマンションなんかなくて、こういう民家がで周辺があって、それでこのシルエットがいかにもその斬新で新しい学校の在り方をイメージさせるというので、まあ非常に評判になった建築ですよね。これは1階からちょんちょんちょんと上がっていく階段があるんですけども、まあこの階段とそれからオープンないろんなスペースがあって、それでまあ屋上に行くという、1階があって2階があって3階がある。それで1階と2階はこういう小さな部屋がこうあるという単純なプランなんだけども、ここにはね柱とか梁とかそういうことはを作らないんですね。単純に必要な壁があって、それであとはスラブがフラットなスラブを作ると、無料版ですね。でおしまいと。下のスペースも非常に柱とかなんか邪魔でしょ。そういうことはないように意識して壁というかそれだけに集中してるんですね。当然のように壁と柱だけ ARC ですけども2になる、そういうそのシンプルさがこの建物の特徴といえば特徴です。今日の幕屋根は僕の若い頃の作品の一つで、普通に思うかもしれないけども熱を入れて頑張って作り上げようと、そういう作品ですね。